ボートレース常滑を舞台にお送りしてまいりました G3 レディースサスカワ杯、水面地はシリーズの頂上決戦第12レース優勝戦争いです。6艇が固まって流しておりますホーム側、端末から少々広いそんなコース取りが展開されておりますが、結局枠番通りの進入となりそうです。内から順に固まっていきます。すでにインに向けたのが1号艇の山川最内、流れをつかめば昔も今も変わらぬ強さ、人気を集めて山川陰線。そして2コース、こちらももちろん常に変わらぬうまさを備えます寺田知恵。3コースです、元祖常滑マーメイドの本領発揮です。攻めます谷川理恵、センター外枠3名固まっておりますが枠番通り、4コースには水野、歴代の女王相手に V チャレンジです。今日ばかりは引き締まった気合顔の地元アイドル水野が4コース、5コースマイペースにして勝負レーサー抜群のキレを誇る藤崎、百戦錬磨のベテラン日高は結局大外6コース、内3艇ダッシュ3艇進入スタイルは3対3、12レースの優勝戦、枠番通りスタイルは2つに分かれております。向かい風少々強めております水面長、最終体系はインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6艇が横に揃った、実に綺麗なスタート。こうなればインコースから先に行く1号艇山川、2コースから2号艇の寺田刺した、外を回って3号艇の谷川旋回バックへ入ったが残した、リードは2艇身3艇身と1号艇の山川先頭、2番手内寄りから5号艇藤崎が並んだ、アウトは2号艇寺田並走、スタートは正常です。1周リマークの旋回へ5艇身先行した1号艇山川、内に待って5号艇水野が仕掛ける、5号艇藤崎センター来た、アウトを回す2号艇寺田、内側ぐいって5号艇の水が2番手浮上しました。3艇4艇身先行する、3番手が2号艇寺田、3艇並び1、4、2となって前艇が2周目に入ります。2周1マークの旋回へ内側接近中、3号艇5号艇並んだ状態、前を伺うところ1番内側3号艇谷川伸ばした、入っていく5号艇の藤崎行き場ありません、日高が行った、外を回して2号艇の寺田大きく回った、アウト制御から3番手判定身先行する2号艇寺田知恵、インコース4番手至近距離で3号艇の谷川理恵、3艇並びそれでも1、4、2時計裏を通過、2コーナーの旋回です。内側伸ばして3号艇の谷川が並んでいく、5号艇藤崎も行くところ、アウトから2号艇の寺田が外を回ってホームスイッチへ折り返します。決着はどうなんでしょう。わずかに暴れた3号艇2号艇暴れあったが、アウトコースから判定心少し優勢、2号艇寺田そう思いきやすぐ来ております。3号艇の谷川離れません、ほぼラップで最終周回に移ります。3周回の第3マーク、内側から3号艇の谷川先行する、2号艇の寺田がためて外前バックスレッチャー行った、ここで決着、2号艇の寺田が3番手3艇心先行、3艇並び1、4、2先頭は独走態勢、1号艇の山川です。初日のメインドリーム制覇に始まってこの6日間ほとんど隙を与えぬ活躍です。決まり出したらスタートの確かな精度と旋回力で圧倒です。およそ1年半ぶりと久々の V ゴーラー目前、75度目の V は目前となりました。頼もしい勝ちっぷり、そんなシリーズ先頭独走1号艇山川、2番手4号艇水野、3番手2号艇寺田、先頭1番山川五輪、2着4番水野五輪、2番の寺田五輪、3番の谷川五輪、5番の藤崎、ラスト6番の日高五輪です。